で中期になったら全部の赤道面に染色体が、並んだと。中期になったら両側の防水紙の起点、ここの部分、ね、中心体があったり極棒というものがあったり、ここの部分に染色体が両側へ移動していき始める。それが、こちらから消しますね。後期の時ですね。染色体が両側へ移動し始める。それが後期の時期。細胞の真ん中に並んでいた染色体が、実際には染色体自体がですね、この防水紙っていう糸を食いつぶしながら、パクパクパクって食べながらこっちの方にぐーっと登っていく、逆側に、染色体の真ん中のところがあたかも引っ張られてこう両側に移動するような感じになります。染色体がこの糸とくっついたところなんですね。たくさんの糸、実際には防水紙何本も出てるんですけども、何本も出てるんですけども、二つしか描きませんが、なんかお花が咲いてるみたいです。染色体が二分されて、染色体が二分。で両端へ移動します。両端と言わずに両極という形なんですけども、あ、それですね、両極へ移動します。バッテン型になったのがプチッと離れて、バッテン型になったのがプチッと離れて両側へ移動しているわけです。で両側に移動していったところで最後に2つの細胞に入れ込む、それが周期の時期です。移動していった先で染色体が核の中に収まります。核の中に収まったらこういう太く短くした状態のになっているもの、これだと実際にこの中の情報を読み取れないものです。またバラ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 届けて元の、見えない染色体が見えない状態に戻ってしまう、こういう状態に戻ってしまう。核の中に染色体が入った状態になる。2つの核ができ始めますね。2つの核ができる。で、2つの核ができたら細胞の、細胞膜の実体、細胞膜のところも細胞膜自体も動物細胞がくびれて、2つに分かれて、ここのところがギュッ、これは典型的にその様子が分からない。今ギューッくびれてきてるんですよ。ギュ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 、染色体が両極へ移動して両極で2つの核ができる頃になると両側から染色細胞質がくびれて2つの細胞にプチッと分かれる、ね、2つの周期に起こるこの2つの核ができることを核の分裂、核分裂と言ってますよね。原子炉の核分裂とは違うんですよ。細胞の中の核が2つできますよ。核分裂っていうものがまず完了する。でそれが終わったら2つの細胞が分裂する。これが細胞質分裂と言います。細胞の中に入っているミトコンドリアですとか分子体ですとか細胞内小器官など全部こう2つに分けますので、細胞質分裂、細胞質分裂と。で2つの細胞が
完全に2つの細胞ができる、ね、時期でいうとこの間期の時期に戻ります。の時期に戻ります。また細胞分裂するんだったら、これ細胞の大きさ小さくなってますから、で細胞が成長したり成長しないで分裂することもあります。細胞が例えばもう一回大きくなって成長してもう一回分裂するかっていうと、もう結構ここから始めるわけですね。核の中で DNA 複製して、細く長い DNA を太く短く染色体にして、ヒストリングループループって見つけて太くして、で真ん中に並べよって、全員並べで全員並んだら糸を組みつけして、同源体というところに糸が組みついてですね、で両極引っ張って分けるぞって分けてですね、2つの核に入れて2つの細胞に入れて、あ、2つできましたねになるんですね。でこの2つの細胞は、あの細胞から比べると娘細胞ですけども、ね、母細胞、母細胞、母細胞と同じ遺伝子を持つことに、になる。また同じ電子を持つ細胞が2つできるということになります。これを、分裂、細胞分裂している細胞の場合はこの、サイクル、細胞周期というんですけど、これをぐる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 と、続けることになります。